結構チャレンジしてることが多くて、あのライトのワット数とかも制限してできるだけエコにやる。衣装美術もすごい独特で、結構実験的なので、僕たち演者もですね、普段着ないような衣装であったりで、暗い照明の中でどこまでできるかで、周りがもう自然に囲まれてるんで、その中でそういう実験的なサーカスっていうところが、皆さんもこう前のめり能動的に見てもらうような作品になってるんじゃないかなと思います。